今日もボロ負けだったな、ジェスター。またいつでも勝負してやるよ。これで今月の給料もパーか。くそ、面白くねえ。おや、ジェスター君、今日もギャンブルかい？その様子ではまた負けて借金を作ったようね。お前らギャンブルで敗北して借金か。小説のネタにするにはインパクトに欠けるね。人のことを勝手にネタにするな。次の戦闘で軽く死んで降りた保険金を返済に当ててはどうだい。その様子をノンフィクションで書けば少しはインパクトのある物語になりそうだ。怖えこと言ってんじゃねえ。でも借金は早く返済すべきだわ。金銭問題は甘く見てはダメよ、ジェスターさん。えいえい、ちゃんと返すって。ギャンブルで大金が入ったらな。一攫千金なんか狙わないで地道に働いたら。できる限り苦労をせず楽して生きる、それが俺のモットーなんだよ。ダメ人間の見本のような男だな、あんたは。キャラ作りの参考にしておこう。コナーはそればっかだな、小説バカめ。そんなんだから女房に逃げられちまうんだよ。逃げられてない、呆れられているだけだ。売れない小説を書くより稼ぎのいい仕事をっていつも奥さんに愚痴られているのよね。私のことはどうでもいいだろう。今はジェスター君の借金の話だ。最近はギャンブルも負け続きだよ。他に手っ取り早く金を稼ぐ方法があればな。うん、あるわよ。ちょっと特殊なやり方だけど。本当か、教えてくれ。いいわ、それじゃあついてきて。ここテレサの部屋じゃねえか。おい、金を稼げる方法はどうした。その方法を今からここで実行するの。テレサ君、その方法とは。簡単よ、ジェスターさんの内臓を売ればいいの。おい、テレサ、なんか聞き間違いをしたみてえだからよ。今だからね、楽にお金を稼ぎたいなら内臓を売ればいいのよ、ジェスターさん。はあ？どこの病院や研究施設でも人間の内臓は高値で売れるはずだわ。臓器の研究はまだまだ発展途上だから。お前何言って。子供の頃学校で行ったカエルの解剖、むき出しの内臓の美しさは今でも忘れられないわ。人間を解剖する機会を求めて入隊したのだけれど、想像以上に早くその時が訪れたわね。というわけだから、ジェスターさん、早速解剖させて。腎臓なら2つあるし、1つくらいなくなっても大丈夫だと思うの。大丈夫なわけねえだろ。冗談じゃねえ、内臓を売るなんて絶対にしねえぞ。コナーさん、ジェスターさんをベッドへ、そのまま押さえつけといてもらえる。コナー、こんなバカなことに付き合ったりしないよな。テレサ君、今の話はちょっとどうかと思う。おお、そうだ、言ってやれ言ってやれ。腎臓は一つと言わず、いっそのこと二つ取ってくれないか。仲間に手をかける狂った医者の猟奇殺人、
これぞ私が求めていた最高のネタだ。あれ、今の言葉は侵害だわ。解剖と猟奇殺人を一緒にしないでもらえる？突っ込むとこはそこじゃねえ。コナーも何バカなこと言ってんだ。面白い小説を書くためなら私はどんな犠牲も厭わない。この正体はこんなやつばっかかよ。冗談じゃねえ、本当に殺されちまう。ジェスターさん、どこへ？どうやら戦場へ飛び出してしまったようだね。私たちも追いかけよう。